キリンチャンネル。こんばんは、主のキリンです。今回は三池伊勢線という千葉県しか通ってなくて、これから東京都の方へ直通運転する予定もない路線に乗っていきます。え？初めから適当だって？だって、次の日一番列車に乗って、東京国際空港に向かわないといけないから、さっさと。ちなみに、こちらの出口は松戸駅東口です。はっきり言って、料金量を見てみましょう。新京成線は初乗りが少し高いですが、前くらいが乗り倒すと千葉県内の鉄道では一番安い鉄道会社です。総路線長26キロの中にある駅数は24駅あり、狭いところに密集していることがわかります。とりあえず、前くらいの切符を買っちゃいますね。これを JR 線で行くと、470円かかるのでほぼ倍の値段がかかります。はい、さっさと改札は、入りましょうね。ポスターを見ていたらこんなものがまだ掲示されていました。まだ売れ残ってるのでしょうか？だとしたらよほど人気がなかったのでしょうね。1500枚発売しているのにもったいないです。皆さんも買いましょう。種も買っているので。この券は発売されてから1月後に、買ったのですがまだまだ残っていました。もしかしたらまだ残っているかもしれませんので、この機会に買ってはどうでしょうか？値段は500円です。右側の貢献は松戸から260円区間、つまり三池伊勢電駅分と、時は平から240円分、つまり京成津田沼までとなっています。しかし、ここに貼ってある貢献は誰も、使わうきと思います。一応記念切符なので、映像が記載されて電車を、紹介したがっているそうなので、切り替わっちゃった余って今だ新京成の、最新鋭の車両。地味に伊勢原駅が続いている時間帯だったという。
ということで京成津田沼に到着です。たった26キロしかない新京成線だけど、全線乗り通すと44分もかかる。地味に甘く見ちゃうとダメダメ路線でした。ということで最後に京成津田沼名物の踏切を見せて終わりにしましょうか。ここの京成津田沼からすぐの踏切派京成線と2京成線が混じっているのと、留置線があるので遮断時間が長くなりがちです。高架化しようにも京成津田沼駅はリニューアル工事をしたばかりで、この踏切の先には立体交差した道路があったり、習志野市は高架化するつもりもないと言っており、早期にしてほしいという思いがあるのですが、費用と土地の問題と時間の問題があり、全然解消しません。確かこの踏切を通る路線バスはなかったはずですが、車がそこそこ多いので交通渋滞が発生しやすいです。このように立体交差をしたくてもできない地域があるのを見てもらって、この動画は締めたいと思います。とんだ変な締め方ですが許してください。ご視聴ありがとうございました。